クイーンズランド州の海岸沿いを南北2300キロに広がるグレートバリアリーフ。クイーンズランド州はオーストラリア連邦北東部の州。州とはブリスベン。オーストラリアの州の中では西オーストラリア州に次いで2番目に面積が大きく172万7千平方キロメートルで、欧州全体の22.5%、日本の約5倍。3番目に人口が多い州であり、 人口は518万人。天然資源に恵まれ、特に石炭の輸出量が多く、他に牛肉等の一時産品、観光業、教育産業が州の主要産業であり、州の貿易相手国としては日本が輸出入の両方においても上位3位。1980年代後半、1990年代、日本からの不動産、観光部門への投資がなされ、 日本企業は観光インフラ整備に貢献した実績もある。2019年までは観光目的で日本からの渡航者が年間22万人を推移していた。漢字表記はコインカクラン。州内には世界自然遺産に登録された場所が5カ所あり、日本でも有名な世界最大の産後将軍であるグレートバリアリーフはその一つ。他に 一部が1億3000万年前に遡る世界最古と呼ばれる森、クイーンズランド湿純列地域、世界最大の砂でできた島、フレーザー島、隣のニューサウスウェールズ州をまたぐ、オーストラリア・ゴンドワナタウリンと、内陸部に広がるオーストラリア化石哺乳類遺跡が地面で状態よく保存された、リバース例もある。およそ5から6万年前に、先住民の人々は船や陸図体に、 オーストラリア大陸に渡ってきたと見られる。最も可能性が高いのは、東南アジアからトレス海峡を渡ってきたルート。その後、1万年の間に、先住民はオーストラリア大陸のほとんどの地域へと移動した。2万5千年前頃に、地球の温度が急激に8度も低下する、氷河期による気候変動は1万年以上続いた。これにより、 東南アジアとタスマニアとの陸続きがなくなり、同時に食料の確保が困難になったため、種を引く技術が生まれた。約1万5千年前、地球の気温が上昇し、オーストラリア大陸の東海岸では、降雨量が増加し、現在のクイーンズランド州の内陸部にも、再び人が住めるようになった。その後海水面が上昇して沿岸部の土地が減り、熱帯雨林が広がった。 ちなみに、内陸部のセントラルガルフ地域のカルカドン族は、深さ10メートルの井戸を掘って、淡水を確保していた。1万年前から、ヨーロッパ人が入植する18世紀までの間、温暖な気候が続いたため、北部の熱帯雨林、西部の奥地、モートン湾周辺に集落が、次々とできた。ケアンズ付近のバロン川沿いやモートン湾の島地までは、30人から40人。 ほどが暮らせる大きな小屋が住居として建てられていた。ヨーロッパ人が入植する前の現在のクイーンズランド州に住んでいた先住民の人口は不明であるが20万から50万人の間だと予測されている。天然痘などの流行時には人口が減少した可能性もある。当時クイーンズランド州に住む 先住民の人口はオーストラリア全土のおおよそ35から39%であったと推測される。一方、オーストラリア大陸の600から700の先住民部族の多くがクイーンズランド州に住んでいたと考えられ、90の言語グループが存在していたオーストラリア大陸では最も人口密度の高い地域だった。クイーンズランドは元来ニューサウスウェールズの一部で、 1824年にもアトンワン流刑植民地が設置された。囚人流刑は1839年に停止され、1842年から自由入植が認められた。1859年にニューサウスウェールズから分離してクイーンズランド植民地が成立し、1901年のオーストラリア連邦成立と共に州に昇格した。 1909年ブリスベン近郊に州最古のクイーンズランド大学が設立された。第二次世界大戦中は州沿岸海域でオーストラリア船がしばしば日本の潜水艦に撃沈され、1942年7月には州北東部のタウンズビルなどが日本軍の空襲を受けた。1948年には 鉄道の作業場や車庫で働く労働者の賃金をめぐる九週間に及ぶクイーンズランド鉄道ストライキが起こった。1952年は州唯一の捕鯨基地がタンガルーマに開設されたが10年後に閉鎖。1956年はクイーンズランド州の毛刈り労働者が賃金をめぐって1月から10月まで休業した毛刈り労働者ストライキが発生。 1962年にムーニーでクイーンズランド州とオーストラリアで初めて石油の商業生産が始まった。その後、オーストラリア発の長距離石油パイプラインが設置され、ブリスベン川は川口近くに新設されたリットン製油所の191マイルまで原油を運んだ。海岸でのサメの襲撃を減らすため、ドラムラインのプログラムも1962年に始まった。 1968年に、ジョン・ビエルケ・ピーターセンが、州首相に選出され、同氏は19年間同じ職務を務めた。1969年、ローマのガスゲンとブリスベンを結ぶクイーンズランド州、およびオーストラリア発の天然ガスパイプラインが、稼働した。1971年に、南アフリカのラグビー代表チーム、スプリングボックスによる遠征に対する抗議が高まり、 ビエルケ・ピーターセンが非常事態を宣言した。同年に、クイーンズランド州にサマータイムが導入されたが、翌年には放棄された。1972年にボックスフラット鉱山の爆発で18人の男性が亡くなったり、2年後の1974年にも、ブリスベンで洪水が発生し、甚大な被害が出た。1976年は、フレーザー島での砂の採掘が中止された。 クイーンズランド州の面積は185万平方キロメートルで日本の約5倍である。気候や地理的特徴が非常に多様性に富んでおり、砂漠から熱帯雨林まで存在する。クイーンズランド州の東海岸線は太平洋の一部であるサンゴ海に北はトレス海峡に面しており、州の北端にはボイグ島がパプアニューギニアのすぐ近くに存在している。 ヨークミサキ半島が突き出しており、これが州の最北端となっている。ヨークミサキ半島の先端の西側はカーペンタリア湾に面している。州の西はノーザンテリトリー、南西は南オーストラリア州、南はニューサウスウェールズ州の国境と接している。州の内陸部は中央にグレートディバイディング山脈が南北に走っており、山脈の西側は グレートアーテジアン盆地となっている。世界最大の珊瑚礁であるグレートバリアリーフは、トレス海峡とフレーザー島の間の珊瑚海沿岸に広がっている。また、クイーンズランド州の海岸線には、世界三大砂島であるフレーザー島、モートン島、ノースストラドブローク島がある。なお、コーラルシー諸島は、連邦直轄となっている。同州の標準時は、アトックプラス時間で、 シドニー、メルボルンと同じである。夏時間は、同州では採用されないので、10月の第1日、曜日早朝から翌年4月の第1日までの期間、同州は1時間遅れる。クイーンズランドの行政区画地図、セントラルクイーンズランドは、マッカイとフィッツロイの小区域に分かれている。クイーンズランド州はいくつかの地域に分けられており、以下のものが含まれる。 州全体で気候に大きなばらつきがある。海岸線に沿って十分な降雨量があり、熱帯性の北部ではモンスーン性の雨季がある。また、南部の海岸線に沿っては湿度の高い亜熱帯性の気候である。内陸部と西部では降雨量が少なく、夏は典型的な高温多湿である。南東部内陸部の標高の高い地域では真冬に氷点下の気温になることがあり、 霜や稀に雪が降ることもある。沿岸地域の気候は暖かい海水の影響を受けており、極端な温度差がなく、降雨もあるため湿度も安定している。クイーンズランド州には気温と湿度に基づいて6つの気候帯がある。クイーンズランド州の欠片の気候区分、クイーンズランド州の一部都市の年間平均気温は以下の通りである。 ケアンズの南に位置するマウント・ベレンデンカーは、年間平均降雨量が8メートルを超えるなど、オーストラリアでの複数の降雨記録を持っている。クイーンズランド州では、雪が降ることは稀だが、ニューサウスウェールズ州との南端の国境沿いのスタンソープックでは、定期的に降ることがある。例外として、オーストラリアで最北端の降雪記録として、マッカイ付近での降雪を確認している。 クイーンズランド州では自然災害による被害がたびたび発生している。特に勢力の強い熱帯低気圧が中央部と北部の海岸線に差し掛かる際に深刻な被害が発生する。最近の発生した例としてはサイクロン、ラリー、サイクロン、ヤシ、サイクロン、イカ、サイクロン、デビーなどが挙げられる。また、熱帯低気圧が襲来した際に発生する。 洪水による被害も甚大である。クイーンズランド州の歴史の中で2011年初めに発生した洪水が最も致命的で最も被害の甚大であった。春に発生する嵐は州の南東部や内陸部で突風、集中豪雨、大規模な氷、さらには竜巻などを発生させることがある。オーストラリアで記録された史上最大規模の竜巻は クイーンズランド州のバンダバーグ付近で発生したブッカトルネードである。干ばつや山火事も発生することがあるが、校舎は南部の州で発生するものよりも深刻ではない。州の最高気温の公式記録は1972年12月24日にバーズビル警察署で記録された摂取49.5度だが、NASA のアクアに搭載されたモーディスは地表温度を 摂氏69.3度と記録している。クイーンズランド州の平均最高気温は、オーストラリアの州の中で最も高く、2017年2月には熱波により、各地で40度を超す気温となり、最高気温の記録を更新する場所も見られた。摂氏40度以上の気温を記録していない地区は、スタンソープ、ハービベーマッカイ、アサートン、ウェイパ、木曜島だけである。 最低気温は1961年6月23日のスタンソープと1965年7月12日のエルミタージュで記録された摂氏10.6度となっている。クイーンズランド州内の人口密集地域で気温が氷点下を下回ることは稀である。クイーンズランド州の州都であるブリスベンノースクイーンズランド最大の都市である。 タウンズビル2020年のクイーンズランド州の推計人口は518万4847人である。州の人口の約半分はブリスベンに住んでおり、また州の人口の70%以上がサウスイーストクイーンズランドに住んでいる。1980年代以降、クイーンズランド州は国際的な移民や習慣からの移民が多いことからオーストラリアで 最も成長している州である。オーストラリア国内にある大都市とされている30都市のうち10の都市がクイーンズランド州に存在している。2019年にオーストラリア統計局が定義した大首都圏統計地域、または重要都市圏の人口別の大都市は以下の通りである。19世紀初期の入植者は主にイギリス人、アイルランド人、スコットランド人、 ドイツ人であったが、第二次世界大戦後の数十年間には、東ヨーロッパや南ヨーロッパからの多くの入植者が移り住んできた。21世紀には、主にアジアからの移住者が多くなっている。2016年の国勢調査で公表された州民の期限は以下の通りである。2016年の国勢調査によると、クイーンズランド州の住民の28.9%が、 海外で生まれである。両親ともにオーストラリアで生まれた住民は全体の54.8%にとどまり、次に多い出生地はニュージーランド、イギリス、インド、中国本土、南アフリカの順になっている。ブリスベンは世界の大都市の中で26番目に移民人口が多い都市である。また、人口のトに当たる千四百八十二人が オーストラリア先住民族であることが確認されている。2016年の国勢調査では、クイーンズランド州の住民の81.2%が、家庭で英語のみを話し、ついで多い言語は中国語、ベトナム語、関東語、スペイン語、イタリア語となっている。2016年の国勢調査では、クイーンズランド州の住民の29.2%が、無宗教。 21.7%がカトリック教、15.3%が正公会となっている。州都のブリスベンにあるクイーンズランド州議事堂クイーンズランド最高裁判所クイーンズランド州はオーストラリアに存在する6つの州の一つであり、1901年1月1日以来オーストラリア憲法に準拠した連邦制国家である。また、州内に存在する憲法で、 連邦政府に割譲された土地以外の全主権を握っている。また、クイーンズランド州は議会制の立憲君主制であり、2001年に制定されたクイーンズランド州憲法は、19世紀に遡る古い憲法の様々な規定を統合したもので、州政府の運営を規定している。執行権は名目上、クイーンズランド州総督に与えられており、州総督は、 クイーンズランド州首相の助言の下、イギリス女王でオーストラリア連邦の国家元首でもあるエリザベス二世によって正式に任命されている。オーストラリア連邦の州政府のほとんどは上院と下院の二院制で構成されているが、クイーンズランド州は首都特別地域と北部準州と同じく一院制で構成されている。 1922年までは任意制で構成されて、いたがオーストラリア労働党議員によって廃止された。同州の政治は他の州に比べて保守的であるとされている。州都のブリスベンにあるクイーンズランド州議事堂は1867年完成。別館が1979年に建てられ、議会は移転した。クイーンズランド州の司法制度は、 クイーンズランド州憲法によって設立されたクイーンズランド最高裁判所とクイーンズランド地方裁判所及びクイーンズランド州議会の法令によって設立された裁判所で構成されている。2001年にクイーンズランド州は憲法を構成していたほとんどの法令を廃止して新しい成分憲法を採択した。新しい憲法は翌年2002年の クイーンズランド州の植民地が成立した記念日でもある6月6日に施行された。地方自治体法とは1993年から2007年まで施行されていた法で認められた範囲内で町や市が自らの業務を管理できる仕組みのことである。クイーンズランド州は77の地方自治体に分割されている。各地域の地方自治体では 協議会が様々な公共サービスと公共事業を提供しており、住民課や使用料金、州政府や連邦政府からの補助金や助成金の両方から収入を得ている。ブリスベンガーとブリスベン中央経済特区、ノースクイーンズランドのレイブンズウッドにある金鉱山。クイーンズランド州の第2の都市で、観光地でもあるゴールドコーストクイーンズランド州の第3の都市で、 観光地でもあるサンシャインコースト2019年のクイーンズランド州の収装生産は357,044万ゴドルでニューサウスウェールズ州、ビクトリア州に次いで全豪で3番目に高い。19世紀にクイーンズランド州の海岸沿いに開港と鉄道が建設されたことで州の輸出業、工業、農業の基盤が築かれた。 1980年代以降習慣及び海外からの大量の移民が流入、連邦政府による巨額な投資、交渉での採掘の増加、航空宇宙産業の拡大によって州の経済成長が促された。州都であるブリスベンは世界都市に分類され、アジア太平洋地域の中で GDP が最も大きい都市の一つである。ブリスベンに本社を置くオーストラリア大手の企業は、 下記の通りとなっている。変化に富んだ景観、温暖な気候、自然の美しさから観光業はクイーンズランド州を代表する第三次産業であり、州外、国外から年数100万人もの観光客がクイーンズランド州を訪れている。クイーンズランド州の観光業は年間88億ドルを生み出し、クイーンズランド州の収生産のントを占めている。 また、クイーンズランド州市民の約5.7%が観光業に従事している。クイーンズランド州内の主な観光地としては、ブリスベン、ゴールドコースト、サンシャインコースト、グレート、バリアリーフ、ケアンズ、ポートダグラス、フレーザー島、デインツリー国立公園、ウィットサンデー諸島などがある。クイーンズランド大学セントルシアキャンパスの グレートコートグリフィス大学ゴールドコーストキャンパスの食堂クイーンズランド校科大学ガーデンポイントキャンパス1909年に周発の大学であるクイーンズランド大学が設立された1945年にセントルシアに移転し現在に至るザ世界大学ランキングでは66位にランクインしている 2020年1970年にノースクイーンズランド発の高等教育機関としてジェームズ・クック大学が設立された。翌年の1971年にはブリスベン郊外の姉さんにグリフィス大学が設立された。1989年になるとブリスベン中心部であるガーデンズ・ポイントにクイーンズランド工科大学が設立された。これらの大学はいずれも 複数のキャンパスを持ち、いずれもオーストラリアを代表する大学である。1989年にクイーンズランド州とオーストラリアでは初めて私立の非営利大学としてボンド大学が設立された。1991年にはオーストラリアカトリック大学が設立され、翌年の1992年にはセントラルクイーンズランド大学とサザンクイーンズランド大学が それまで運営していた技術研究所から大学に昇格して設立された。1994年には新たにサンシャインコースト大学とタンカ大学から総合大学に切り替わりサザンクロス大学がゴールドコースト南部に設立された。2018年に同州に入学した留学生は134,312人で主にブリスベンに集中している。また、 同州の留学生の大半はアジアからの留学生である。1882年にクイーンズランド州における技術訓練機関及び高等教育訓練機関の母体としてタフクイーンズランドが設立された。毎年12万人以上の学生が州内、国内、国際的にトレーニングを受けている。またタフクイーンズランドは6つの地域に統合されており、地域は 以下の通りである。ブリスベン市内のイースタンバスウェイを走るバスクイーンズランド鉄道が運行している列車州内の公共交通機関の管理、運営はクイーンズランド政府の海湯、幹線道路局が行っている。州内には空港が多数あり、その中でもブリスベン空港は道都市圏のほとんどの空輸需要をまかなう国際、国内空港である。 ブリースベン空港以外に、ゴールドコースト空港、ケアンズ国際空港が国際定期便を運航している。その他に国内選定期便のある地方空港として、タウンズビル空港、トゥーンバウェルキャンプ空港、グレートバリアリーフ空港、ハービベーベイ空港、バンダバーグ空港、マッカイ空港、マウントアイザ空港、プロサーパイン、ウィットサンデーコースト空港、 ロックハンプトン空港、サンシャインコースト空港などがある。鉄道事業は、州営のクイーンズランド鉄道が、主に運行している。グレートディバイリングサンム役東側の海岸沿いに、路線が敷かれており、主要都市を結んでいる。ブリーズベント試験では、クイーンズランド鉄道傘下のシティトレインが、通勤電車を運行している。中心駅は、セントラル駅である。 長距離列車部門はトラベルトレインと呼ばれている。サウスイーストクイーンズランドにはトランスリンクが運営する統合公共交通システムがある。トランスリンクにはバス、鉄道、ライトレール、フェリーの事業者が加盟しており、同じエリア内であれば共通の料金で利用できる運賃システムを採用しており、乗り換え回数に関係なく交通機関を利用することが可能である。 ブリスベン CBD を中心にして、同心円状に7つのエリアが指定されている。2017年現在、ゴールドコーストでは、クイーンズランド州内で、唯一の路面電車を運営している。クイーンズランド州の主要な港として、ブリスベンに、ブリスベン港、中規模な港が、グラッドストーン、タウンズビル、バンダバーグにある。また、石炭輸出施設が、グラッドストーン、ヘイポイント、 ダリンプルベー・アボットポイントに、砂糖輸出施設がルシンだと真っ赤いに存在する。クイーンズランド州には、多数の国道があり、M1 などの高速道路が通っている。グレートバリアリーフのケアンズセクションにある、エイジンコートリーフクイーンズランドの、湿潤熱帯地域のバロン渓谷国,国立公園にある、バロン滝、フレーザー島のインディアンヘッドからの眺めオーストラリアの、 今度はなたウリングンのパーリングブルックだけからの景色。ありがとうございます。